ブルース氏族は、スコットランド・キンカーディン出身の氏族である。この氏族は14世紀に二人のスコットランド王を出した王家であった。ブルースの姓は、フランスのルマンディのシェルブールとバロネの間に位置して、現在では、ブリと呼ばれる地に由来するフランス語のでブラスないし、デブルーズから来ている。イギリスで記録されている最初の一族のものは、1106年に、 イングランド国王ヘンリー一世赤学王が短ブレ礼の戦いで勝利した後、共にイングランドに来た初代アナンデール領主、ロバート・ドゥ・ブルースであった。彼はヨークシャーにて80の荘園を与えられ、後にスケルトン周囲にて13の荘園を与えられた。1124年に即位したてのスコットランド国王、デイビッド一世聖王からアナンデールの領主の地位を授かった。ロバートは、 ギスボロー召集動員を設立した。一族の祖であるロバート・ドゥ・ブルースは1066年に、ウィリアム一世征服王と共に、イングランドに来た、ノルマンディの騎士であったと長いこと叙述されてきた。しかしながら、ヘイスティングズの戦いの全体的には信用することができない名簿からすると、これは偽造である。イングランド、スコットランド双方の系統の子孫である、初代アナンデール博。 ロバート・ドゥ・ブルースがイングランドに来たのは1106年であった。ロバート・ドゥ・ブルースは、デイビッド王子、後のスコットランド国王デイビッド一世に同伴する、騎士であった。1124年には、デイビッド一世による王国の北部奪還に従事している。イングランドにて神聖ローマ皇后マティルダと、ブロワハクスティーブンとの間で内戦が勃発すると、デイビッド一世は軍を率いて同国に侵攻した。 しかしながら、ロバート・ドゥ・ブルースは、デイビッド一世には従わず、その代わりに、イングランド側に加勢して1138年の、スタンダードの戦いにて、今、では、アナンデールの地の領主として知られている、自身の息子を捕虜とした。初代アナンデール領主、ロバート・ドゥ・ブルースは1141年5月11日に、没死して、ギスブルーンの地に埋葬された。 ブルース氏族のスコットランド王位請求の根拠は、1219年に、第四代アナンデール領主、ロバート・ドゥ・ブルースが、ハンティンドン博、デイビッドの娘で、スコットランド国王ウィリアム一世紀史の名にあたる、イゾベル・オブ・ハンティンドンと結婚したことから来ている。この結婚は、イングランド、スコットランド双方の地を添えて両家に莫大な富を、もたらした。二人の息子で、 競合者として知られる第5代アナンデール領主、ロバート・ドゥ・ブルースは時には王い後継者であった。スコットランド国王アレグザンダー3世の死亡時に、ブルースとジョンベリアルの双方が継承を主張した。アレグザンダー3世の孫娘であるノルウェーの乙女、マルグレーテが後継者に指名されたものの、彼女は1290年に王位を求めて、スコットランドへ渡航中に亡くなった。 彼女の力ほどなくして、ブルース家とベーリアルカ及びそれぞれの支援者との間での内戦を恐れたことから、スコットランド王国の守護官は内戦を回避するために、隣国のイングランド国王エドワード一世長、スネ王に請求者たちの仲裁を求めた。スコットランドをウェールズと同じように征服して、ブリテン島全土を支配することを長いこと待っていた、エドワード一世はこれを好奇とみなした。 1292年に、エドワード一世はイングランドに忠誠を誓ったベイリャルの方を選んだ。しかしながら直にベイリャルは、エドワード一世に反旗を翻し、最終的には敗北して1296年のダンバーの戦い後に対すること余儀なくされた。スコットランド国王ロバート一世とイザベラ・オブ・マー。ジョン・ベイリャルの敗位によってスコットランドは事実上、君主抜きとなった。 ロバートザ・ブルースは、ベリック・アポン・ツイードにて、エドワード一世に忠誠を誓ったものの、翌年のスコットランドの反乱に加わった際には、この先制を破棄した。1297年の夏に再び、エドワード一世に忠誠を誓い、これは、アーバインの幸福として知られている。ブルースは、スターリング・ブリッジの戦いの期間中は、スコットランド側につく姿勢を見せたものの、フォルカークの、 戦い後に、エドワード一世に勝利が戻ると、イングランド側につき、アナンデールとカリックのブルースの地は、エドワード一世の支配権並びにその従者への譲渡から逃れることができた。ブルースには、エドワード一世への忠誠こそが生き残れると思えたのかもしれない。ブルースとその王位をめぐるライバルであった、ジョン三世カミンは、ウィリアム・ウォレスから、スコットランド王国の守護官の地位を継承したものの、 互いの敵対心は、スコットランドの安全を脅かした。ダンフリーズのグレーフィアーズ教会の中央分離帯にて、両者の会談が行われることが調整された。ブルースは、カミンの胸を突き刺して殺し、その結果、ローマ教皇クレメンス五世によって破門された。ロバートザ・ブルースは1306年に、スクーにて、スコットランド国王ロバート一世として退官した。ロバート一世は、 スコットランド軍を率いて1314年のバノックバーンの戦いにてイングランド軍に干渉した。1334年にブルース王家の血縁者を主張するトーマス・ブルースがカイルにてロバート・スチュワートと共にイングランドに対して立ち上がった。1329年にロバート一世が死ぬとその息子であるデイビッド二世がスコットランド国王となった。 1346年に、デイビッド2世は、フランスとの古い同盟の条項に従って同国に関心を抱いていたイングランド南部に侵攻するもネビルズ、クロスの戦いで大敗して、捕虜となり、同年の10月17日に、イングランドに収監されて7年間にわたって同国に、交流された。和平交渉の後に、デイビッド2世はイングランドからスコットランドに帰国して、 エディンバラ城にて統治を行っていたが、1371年に、こう残さないまま不慮の死を遂げた。そのため王位は、スチュワート家に移っている。エリザベス長下の1597年に、エドワード・ブルース教は、キンロス修道院の聖職録一時保有者となり、裁判官に任命されている。1601年には、キンロス教の称号付きで議会の貴族議員に任命されている。 1603年のスコットランド国王ジェームズ6世によるイングランド王位請求にエドワード・ブルースは同行している。その結果、エドワード・ブルースは後に記録長官として裁判所の役人に任命されている。1608年にはキンロスのブルース教としてロード・オブ・パーラメントに助せられている。1633年にはエドワード・ブルースの息子であるトマス・ブルースが 初代エルギン伯爵に除せられている。第四代エルギン伯が死死を残すことなく没すると、同称号はすでに金カーディン伯爵の称号を保持していたジョージ・ブルース・オブ・カルノックの子孫に移り、結果、1747年に2つの伯位が統一された。第七代エルギン伯、トーマス・ブルースは外交官で1799年から1803年まで、 ザイオスマン帝国大使を務めた。彼は自身の財産の多くを崩壊しかかっていた大理石の彫刻作品をアテネ・パルテノンから救い出すことに使った。これらは現在では外してエルギンマーブルに帰属するところとなっている。その息子であるジェームズはカナダ総督及びインド総督であった。現在の氏族長である第11代エルギン博アンドリュー・ブルースは スコットランドでの催し物では突出しており、スコットランド族長常任会議の招集者である。以下の上司がブルース氏族に属している。ありがとうございます。